しゃ。青空だな。
OK、いいでしょ。おお、これはうまい。絶対うまいでしょう。ではいただきます。おお、うまっ。まあたまにはねステーキ食べて力つけないと。うん、おアスパラもうまいわ。おお、めっちゃジューシー。ニンニクの香りもよく出てる。これは超絶うますぎ良太郎ですね。うますぎ良太郎が久しぶりに出たな。なんて言いますか、この感嘆詞しか出てこないんですよね。あーとか、うんとか、うんが多いかな。うんとかな。あの、皆さんもそうでしょ。うまいものを食った時に宝石箱やーとは出てこないんですよね。まあせいぜい言葉が出てくるとしたらうまいぐらいですよね。僕なんかうまいもなかなか出てこなくて、うんとか、あーとか、一生懸命絞り出してうますぎ良太郎ですからね。全部いただきました。全然足らん。まあ絶対ねステーキ1人前で足りるはずがないから、おにぎりも用意してきました。食べながら喋ってごめんなさいね。牛はめったに食べないんですけど、まあめったに食べないから、たまに食べるときはねいいの食べようと思って、今回もめちゃいい肉で、よしちょっとエイジングしてやろうと思って、どれくらいだろう、1週間近く冷蔵庫の中でエイジングしてたんですよ。そしたらね、表面の色がちょっと変わっちゃって、買った時はもっと真っ赤な肉だったんですけど、ちょっとくすんだ色になってましたよね、お肉がね。まあ、本当に業者さんがエイジングする時はこう大きな塊で寝かせて、表面の色変わった部分は切り取っちゃってね、綺麗な部分をお客さんには出すんだろうけど、まあもう僕は食べるサイズのステーキになっちゃってるから、あれ色変わってるところこう削いじゃうとね、食べる部分なくなっちゃうのでまあ多少酸化しててもいいだろうと、なんか焼いちゃえばどうってことないだろうと思ってね、それであの肉を使いました。あのいい肉なんですよ皆さんね、色がちょっと悪いじゃないかと思った方いらっしゃるかもしれないんですが、すごくいい肉なんです。めっちゃ高い肉です。あのこれくらいの塊でね、うん千円してます。そんなのうん千円で別にいい肉じゃない。あ、まあね、確かにセレブの人に言わせればね、あのそんなの大したことないってなるかもしれませんが、僕なんかはね、あの質素な生活してますから、こんな塊でうん千円となると、清水の舞台から飛び降りるような感覚で、まあ、食べてるということでね、まあそういうことを了解した上で見ていただければありがたいかなと、まあ、こんな風に思ってるわけですね。さて、あと片付けして帰ります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。